もっと寝ようかと思ったけど起きました。とりあえず ヤクルト飲みます。
朝ごはん何食べよう。メイクするか。なんか眉毛がボサボサ今。パンにしようかな。洗い物しないと。カルダ洗い物しよう。あるか時間。なんか眉毛寝癖ついてる。いや眉毛ちょっとお手入れしないとそろそろ。35度以上だって。え、なんで東京ってこんな暑くなるんだろう。逆に沖縄の方が涼しい時多いよね。普通にふぅ。自然が少ないと暑くなるの。そういうことか。え、そう、でも岐阜も暑いじゃん。岐阜の多治見ってとこはさ40度くらいになってさ毎年。でも別に都会ってわけじゃないのさ。なんで？地形でもなるしビルとかでも暑くなるの。むずいね。
確かに海がないとこは暑いイメージ。夢、もう飛行機とか当分乗ることないだろうな、寂しい。眠い。鼻が初見です、可愛いです。嘘でしょ、ここ見て。ありがとう、逆にこんな作品で可愛いって思ってくれるの嬉しい。めちゃくちゃブサイクでしょ。だけども出しすぎたし、腕に
万だな、東京で3万って考えられない。なかなか減らないね、そう考えたら。ここのニキビも全然治んないし、全然治んないし。毎日化粧してるし、マスクするし、あんま寝れてないっていうのかな。そう、高速道路に人がいたんだけど、対向のトラックの人がヘッドライトつけてくれて教えてくれたんだって。すごくない？賢すぎ。タイヤが取れてたみたいだけど、すごいね、そんな賢いこと。それに気づける人もすごいし、まあ、気づくかさすがにあれってなるか。すごい、ね、フジテレビじゃないよ、ジップだよ。怖い、赤ちゃん。
無言だ、ずっとごめんなさい、なんかちょっと無言だった今。お腹空いたんだけど、何作ろう、何食べようかなと思ってずっと悩んでるのさ。ご飯もあればパンもあるけど、なんかどっちの気分でもないんだけど、でもどっちかしかないよね。なんか朝に変わったものあんま食べられない。グランブレイク、やっぱパンかな。とりあえず洗い物しようかな。うわ、朝から洗い物なんかしたくないけどな。するしかないよね。何食べよう。うん、昨日嫌がってた洗い物が残ってるのよ。桃食べてない。あ、桃食べようかな。桃とパンとスクランブルエッグ。どう？もう冷やしてないから今から冷やそう。あ、また朝ごはん、昨日のオクラとベーコンはまだちょっとだけ残ってる。超ちょっとだけ残ってるから。冷凍って感じかな。キーマリーだね。とりあえずメイクします。じゃあお腹空いてきた。和田だってこの子たちだったんだ。全然わかんないけど、日本人がいるグループか。ケプラー、
さのかちゃんのみかん狩りだって。かわいい。ミニアルバム出すの？すごくない？かわいいののかちゃん、なんか女の子の顔になってきた。まためっちゃ可愛かったよ、赤ちゃん。えいって。前田さんだ、前田さん。下北沢とかマジで行かないんですよ。みんな行きますか？ね、カレー美味しいよね、下北沢。2回か1回くらいしかないんだよ。古着ね、やっぱフラギっていっぱいあるんだ、下北は。そりゃそうか。その韓国語で何か書いてるけど何も読めない。てんてんってついてるから深刻なこと言ってるのかな。別にそんなことない。ムカついた。なんでだろう。別にだって昨日夜から動いてないのにお腹すくってどういうこと？消化されるのか。
もうショールームイベントがあってからさ、始まってからさ、3週間くらいお酒飲んでないから、普通にお酒飲むことが、なんだろう、うわーってなるわけじゃないけど、やっぱこんだけ飲んでない期間があるとね、絶対なんか美味しいってなりそう。私は今日は飲みますよ、絶対に飲んでやるんだから飲んですごいいい眠りにつこうと思う。もう疲れ果てて爆睡しそうだね。スタバは行く時間ないから、一回家帰ったらもう外出たくなくなっちゃうからね。ウーバーあったらいいんだけど、ないから。これが痛い。お酒飲んでやれないけど、一人だしね。友達に電話して付き合ってもらいます、そういうのは。8時までやってショールームイベントちょっとだけ余韻に浸って配信して、ちょっとだけ何しようかな。ひーちゃんがストロングゼロを飲むって言ってた。本当に？ひーってそんな話したの？飲むっていうか飲んだって話じゃなくて、ストロングって美味しくなくね？飲めなくはないけど、でなんかそもそもなんか焼酎とかを飲む機会がないのよ。だからそもそもコロナになって二十歳になっちゃったから、お店で飲めてるわけでもないし、全然その教えてくれる人がいないから、お酒のこと。お酒って自分で知っていくものじゃないじゃん、多分。知らないけど、だからそうなんだよね。なんか教えてほしい、こういうのが美味しいよとか、そういう機会がない世代って言ったら世代だから、
でもお酒飲むなら酔っ払いたいっていう思考回路、私は。なんか飲むんだったら酔っ払いたいけど、でもなんか酔っ払えないです、私は。あんまり何がいいんだ、例えばスーパーとかコンビニとかで買ったとして、着いた。チャミするか。チャミするもなんか、なんかマスカット味を飲むとチャミする思い出しても、あんまりマスカットが好きじゃなくなってきた。でもチャミするとかめっちゃ残ってるんだよね、家に。誰かが泊まりに来た時とかに飲もうってなって買うんだけど、チャミするまでたどり着かないから、結構ある。でもさ、自分で家でさ、なんか原液を買って自分の濃さで作れるから、カシオレとかはあるんですけど、マリブって何？マリブ？全然わかんない。大丈夫かな、朝からお酒の話なんかしちゃってるけど。リキュール？ココナッツ系か、何がいいんだろう。でもさ、ピーチウーロンとかも自分でさ作ったら別に濃さ選べるからさ、酔っ払えそうじゃない。氷月って美味しいの？アセロラとか、あ、それも薄めて飲むやつなんだ。いや、そう、全然私わかんないんだよ、だから。飲むっちゃ飲むけど、飲む種類は本当に少なくて。
今日月を現役で飲む人はいない？何？サイダーとかではあるってこと？でもなんか缶チューハイより割ってる、割ってなんか自分で作る方がさ、なんか美味しいよね。そんなことない？あるよね、きっと。ウーロン茶で割る？水で割る？なんかウェルジャー買ってみようかな今ピピー。洗濯物ずっと欲しいパだ。そういえば昨日からクッションカバー変えるとか言って変わってないもんね。今日で終わりかは、なんかあまり実感ないね。ショールームイベント終わりよーって、そりゃみんなないだろうけど、ある？めっちゃ広がってる髪の毛、どうしたの？実際毎日配信してるからね、そこはあるよね。毎日配信してない人が急に亡くなっちゃったら実感するね、その推しの人は。いっぱい配信はしようかな、夏だしね。普段配信してるの、そうだ、夜が多いけど、こうやって準備配信とか言って昼朝とかはやったりする。まあでもなんか私もロスしちゃってるから、メイクの時こうやって仕事の時とか朝配信しようかなって正直思ってたりする。だから朝やって夜やってみたいなのにしようかなって。日によるけどね。そしたらみんな見てくれますか？
勝浦だ、勝浦。海きれゆうて7時4分なんだ。なんか洗い物するだけで終わっちゃいそうで嫌だな。ライフセーバーってかっこいいね。ライフセーバーって資格いる？いらない？いるか。食いりそうだよね。でも在学3年生で資格持ってるってことじゃん。12歳から取れんの？早っ。なんだそら。すごいね。すごいライフセーバーって響きがいいからかっこよく見えるけど、でも私は泳げないから無理だな。七夕、愛媛の七夕って8月なんだって。なんかこの前知った。あ、やっぱし地域によって違うんだね。
北海道もなの。なんかこっちだけ巻くのうまいんですけど、そういうこと最近。よし、負けました。完成丸。最近アイロンつけっぱなことが多くて、そう1時間経ったら切れるんだけど、あとよし、メイク完成。眠いです。ただやっぱりこうやって背伸びしないから眠いってことが。よし、じゃあドラえもんしてご飯作ろう。さささささっと。いや、ワンちゃん時間ない説あるな。とりあえず洗い物するわ。まあ、ご飯は作れなかったらあれだね、もうコンビニで済ませるから。あ、20分じゃ無理。気がしてきた。洗い物を食べた私が悪いわね。いけるか。とりあえず洗い物からします。30分まで。洗い物で6分くらい。ヨタさん、クマタワーありがとうございます。嬉しい。後でまとめもします。ありがとうございます。朝から洗い物ってなんかすごい新鮮な気分。普段しないから。
桃だけ食べようかな。何も嫌い、本当に嫌い。もう食洗機も置ける場所ないんだもん。置くならこのトースターの横に置くしかない。次引っ越した時はもうちょっといい部屋に住みたいなって思います。今の状況だと全然なんか満足してないわけじゃない。満足してるけど、欲は言うならもっとねいいとこ住みたいよね。だからいいとこ住めるように私も日々頑張ります。全体的にもっと広いところに住みたい。目指せタワマン。人生で一回は住んでみたいよね。でもタワマンはなんか一人で住みたくないかもしれない。わかんないけど、勝手な想像。わかる。タワマンってなんか一人で住みたくない理由はなんかわかります。わかる。よかった、わかってくれてよかった。なんかなんか一人で住みたくないかも。なんだっけ、タワマンってあれがあるじゃん、排水口にさ食べ物入れてボーってするやつ。なんて言うんだっけあれ、いつも忘れちゃう。なんだっけあれ。もう20分無理だな、朝ごはん。排水口に、あ、ディスポーサーだ、ディスポーザー。そうだ、それそう、タワマンってついてるのよ。排水口に生ゴミとか入れて、なんかプチって押したらコーって言って吸い取ってくれて生ゴミなくなるの。めっちゃ良くない？掃除大変そうだけど。掃除絶対大変だよね。でもそう考えたら、
もう初めて見た時に感動して、すごいなって思った。全部のタワマンにはついてないけど、ついてるとこがあるよっていう話。感動した、初めて見た時、えと思って。めちゃくちゃ便利だよ絶対。桃だけ剥いちゃうわ。だからなんかおすすめのお皿洗うスポンジあったら教えてください。なんか100均の使ってるけど、あんまりなんかいい気分しなくて。本当はどっかで買おうと思ったんだけど、とりあえず急いで100均で買った。だからなんかおすすめのあったら教えてください。教えてくださいな。ご飯を冷凍かもしれない。もうちょっと悪くなってるわ。桃の皮を剥きます。ちょっと悪くなってる。桃の簡単な剥き方がもう、私桃の皮剥くのプロかもしれない。みんな知ってるか、そんなの。ちょっと悪くなってる、ここ。すごい、もう適当に食べるから、見た目とかマジで気にしないからね。まな板使わないで切ります。もうポロポロ、とりあえず種を避けてひたすら切る。
よし。もう朝ごはんもコンビニで買います。完成。やばい、あと5分、あと5分でももう全部食べきるという。いや、でもちょっと今日も余裕を持ってスケジュールを作ったから大丈夫な気もしちゃうけど、とりあえず食べます。いただきます。よいしょ。じゃあランキング見ます。13位やっすんさん、12位やすべえさん、11位毎日朝から超かわいい、今日もよろしく、レッスンガム YK さん、10位たくやとマークなとりどんさん、9位サイトアットマークアインチさん、8位みほちゃん、7位ゆうきさん、6位えびさまさん、5位スイカアットマークあやね大福さん、4位 TK トークアットマークたいさん、3位まちゃひろさん、2位のどさん、1位りょうたアットマークとりももおし、リハもショールームも頑張ってさんです。ありがとうございました。ということで、ゲリラができれば、お昼やろうと思うんですけど、できなかったら夜の7時15分くらいから、もしかしたら早くなったり遅くなったりすると思うんですけど、できるだけ7時15分に始められるようにしますって感じです。今日は早朝からありがとうございました。お願いします。じゃあもうこれこの期間みんなに甘やかしてもらったりしたので、本当に感謝でいっぱいです。
がとうございました。じゃあ今からレッスン行ってきます。皆さんも体調気をつけてください。行ってきます。バイバーイ。you